クラナコオンシーアユタヤー軍あるいは、アユタヤ軍の名前で知られる町は、タイ、中部にある軍である。バンコクの真北約50キロメートルにある、アユタヤ県の県庁所在地でもある。一般には、ラーマーヤな物語のラーマ王子の国、インドのアヨーディアにあやかって、アユタヤーと名付けたと言われる。ただし、歴史学者のソダムロン神皇は、アユタヤが前期アユタヤ王朝においては、 アユタヤーではなく、アヨタヤーと呼ばれていたという仮説を立てた。この説は、考古学的成果や前期アユタヤ王朝以前、ナレースワン以降に書かれた、パーリ5歴史文献などとの比較により、決定的とは言えないが、注目されている一つの説になっている。この説を唱える、歴史学者の似ていやおしいンなどにより、アユタヤーという名称は、ナレースワンが、 アユタヤ王朝の独立を回復した際に政治的な意味合いでつけたものとしている。アユタヤ王朝崩壊の後は、現在の地方行政制度が導入されてからは、ロープクルンという名称が与えられていたが、1897年、軍として成立。1917年、クルンカオと名称を変え、1957年に現在のプラナコーンシーアユタヤとなった。なお、タイでは、 県庁所在地は通常、アンプー・ムアンを関して呼ぶが、アユタヤの場合は、ムアンという語を関さず、アンプー・プラナコ・ーン・シー・アユタヤーと呼ばれている。15世紀に書かれたとされるパーリ語の北大における、歴史書、ムーラサー・サナーによれば、14世紀半ばに、スコータイの南に、アヨータヤーと呼ばれる町があり、二人の北大の仏像が、仏教を学びに行ったとする記述があり、 少なくとも建設が始まったばかりとはいえその頃すでに一定の規模の仏教の教育施設的なものが存在した可能性もある。アユタヤ王朝の首都として発展し、国際都市として発展したが、1767年、ビルマコンバウン王朝によって崩壊。市内は廃墟となり、後にタイで覇権を握ったタークシン王はアユタヤを放棄し、トンブリーに王都を築いたことで、 アユタヤは歴史の表舞台から姿を消すこととなる。一方で20世紀後半から工業都市としての発展するようになった。発展に伴い、アユタヤ市街地はアユタヤ島を中心とする地域からチャオプラヤア川を越えて東へ移動した。現在旧市街地は教育機関や館長の立ち並ぶ地域となっている。中心街、ナレスワン通り地域のほとんどが山や 給料のない、平らな湿地帯茶をプラヤーデルタであり、米の生産に適した地域となっている。また、米の生産、運搬のための運河が数多く掘られている。日系企業の工場が多くある。軍は21のタムボンを有する。市内には停車バーンが2つ設置されている。以下は、軍のタムボンの一覧である。タムボンプラトゥーチャイ、タムボンカマン、タムボンホーラッタナチャイ。 タムボンフワロー、タムボンタワースクリー、タムボンパイリン、タムボンパーククラン、タムボンプーカオトン、タムボンサムパオロム、タムボンスワンプリック、タムボンクローンタキエン、タムボンワットトゥーム、タムボンハントラー、タムボンルムプリー、タムボンバーマイ、タムボンバンコ、タムボンクローンスワンプルー、タムボンクローンサブは、タムボンコリエン、タムボンバンポーム、タムボンバーンルム、 アユタやウィッタやアーライ公立大学、ありがとうございます。